では前回にお話しさせていただいた SDGs とアーユルヴェーダの関係性について、こちらの後半についてお話をさせていただきたいと思います。早速始めていきたいと思います。今回ですね、10番から一緒に見ていきましょうということで、皆さんこういったものね、まじまじと見られたことありますかね。実際にこういったものをたどっていくとですね、前回もお話ししましたが、アーユルヴェーダが解決できる環境課題とか、人間の健康課題ってたくさんあるなということを感じることができます。早速始めていきましょう。10番ですね、人や国の不平等をなくそう。これですが、私たちアーユルヴェーダ、実際にもう学んでいただいている方はご存知の通りだと思うんですが、実際にその人それぞれの個性っていうものを見ていく科学でありますし、国がとか昔がとか伝統がとか、その女性がとか男性がとか、この職業の人がとか、そういった話ではなくて、人それぞれの個としての個性を見ていくっていうことを、やっていく科学ですよね。でさらにはその個性を見極めた上で、それぞれの個性を認め合って尊重し合っていくっていうような、分野を扱っているので、そもそもの考え方として差別や区別、そしてそういったグループ分けするような考え方っていうのがナンセンスっていう考え方になりますよね。こういった昔の知恵っていうものは、おそらくそういった区別化することなく、差別化することなく、おそらく扱われてきた分野だったと思うんですね。いつの間にか何か枠組みをされて、統制化されて、グループ分けされることによって、うまく世の中が成り立っていくような、そのような仕組みにしていったと思うんですけど、もうこれはこれからこういう時代になっていきますというよりは、ちょっとなんか昔のやり方に戻っていくっていうような考え方だなというふうに本当に